実は初めてではなくて、以前市民劇を担当した時にも長期滞在したことがあったので、最初に思ったのは懐かしいなという感じだったんですね。空が広い感じとか、風がすごく強くなるあ風強いなっていう感じとか、なんだろう、お店屋さんとかも少し自分の印象ですと東京よりやり取りがゆったりしてたり、ニコニコしてる人がすごく多いな、あったかいなっていうところが変わらず懐かしくて、あ豊橋に来たなという気持ちになりました。でもやっぱり市民劇からもう数年の間が経ってるので、レジデンスで泊めていただいてるアパートのそばの好きだったアポリアさんがちょっと移転してた代わりに、ブラジルのハムとかソーセージの専門店がかなり本気の燻製屋さんができてたり、あとかなり本場の味のベトナム料理屋さんができてたり、市民劇の時も比較的多国籍な印象をある一面で感じてたんですけど、その印象は前よりさらにアップした感じがします。なのでワッフル屋さんに行けなくなった代わりにベトナム料理屋さんに行くようになりました。夏はやっぱり夏休み中だったので、みんなも学校がない中でギュッと集中してやってくれてる熱量があったと思います。あとはオーディションの次の、時間だったので、自分たちがそこで選抜された喜びとか、このメンバーでやるんだっていうみんなへの仲間への期待とか、仲良くなろうとするまだ緊張なる感じとかもありました。今本稽古になると間に自主練の期間もあって、高校生だけでの練習もあったので、あ夏のワークショップよりもすごい元気が出たなっていう子も多くて、彼らが自分たちのチームをちゃんと作り出してくれてるのをすごく感じています。あとは学校も始まったので、みんながとてもチームとしての一体感を育んでいると同時に、学校行事との両立が少し大変になってきているところもあるので、そこでちょっとやっぱり疲れが出たりとか、全員揃いにくいっていう新しいハードルはできてきてるかなとは思います。でもそれで逆に夏から夏のワークショップやって自主練やって今っていう段階で、例えばお休みを学校行事でお休みをせざるを得なかった人が戻ってきた時とかに、すごくみんながもう手を振っておかえりって感じで歓迎してて、その姿を見るとすごく胸を打たれるものがあって、お互いの事情をちゃんと分かりながらフォローし合ってチームで作るんだっていう意識が一番高まってるというか、それをちゃんと手に入れてくれてるなっていうところに関心と感動と期待を感じています。今回は今回の高校生と作る演劇を担当させていただくにあたり、プラットさんから今回は対話のシーンがたくさんあったり、あるストーリー性のあるものっていうテーマでやってみようと思うんだというお話をいただいていたんですね。プラットさんでは市民劇も今回もその物語をくっきりと書き上げて、それを一緒にやるっていうチャンスをいただいていて、それが自分の言葉ではない言葉を彼らが担うっていうのは簡単じゃないと思うんですけど、すごく真剣に向き合ってくれていて、そこはまず見どころだなって思います。戯曲として作家が書いた言葉を生き生きとした対話でやっているという。とはいえ集団創作ではないんですけれども、オーディションの時に彼らのことを知りたかったので、彼らに街の中で大事な人を連れてきたいとことか、街で一番おいしいと思ってるものとかテーマを作った作文を書いてもらいまして、それが素晴らしかったので、それをこうストーリーに取り入れたり、そこから見えた彼ら のキャラクターというか個性を登場人物とかセリフに自分なりにすごくたくさん盛り込んだ当て書きでやったんですね。なんかやっぱりそれが稽古してるとすごく楽しくて、戯曲の対話を
に挑戦してストーリーを紡いでるんですけれども、モチーフが彼ら自身でもあるっていうところ、これはすごく見どころだなと思います。あともう一つは合唱部の話にしたので劇中歌がありまして、弱小合唱部という設定なので全国大会で優勝するような合唱部ではないから、やっぱり俳優の歌歌手の歌じゃなくて俳優の歌だなって思うんですけど、なんかその歌詞も彼らの作文とか彼らに聞かせてもらった体験とか、あとは劇作家としてこっそり歌って覚えてセリフより忘れにくいから何だか数年後とか公演終わった後とか、なんか10年後ぐらいとかにふって歌った時に、なんかちゃんとこの作品で頑張った彼らのテーマソングになるようにっていう気持ちも思って作ってて、そのなんか彼らが歌でも演劇的表現をするっていうところもすごく見どころだと思います。今年の高校生と作る演劇は10周年ということで、非常に記念すべき回を担わせていただいているということを、責任も緊張も感じつつとても楽しんでやらせていただいております。今回の作品は高校の合唱部が舞台なので高校生しか出ないし、高校生の話なんですけれども、高校生しか出せないというところの裏側で、オリジナルの新作の戯曲なので、その後ろ側に大人の人たち、きっとその高校生には親御さんとか兄弟とかおじいちゃんおばあちゃんとかがいて、あとは気にしてくれてる顧問の先生とか学校の先生たちもいたり、気にしてくれてる見守ってくれている町に暮らす大人の人たちもいたりというのを、高校生の等身大の青春の葛藤とともにできるだけ書いてみました。なので高校生の皆さんにはぜひ見ていただきたいですし、かつて高校生だった今は高校生じゃない大人の方にも、高校生役にもだし、それ以外の出ては来ないけど作品の中で確かにどこかで生きている家族とか町の人、学校の人っていう大人の存在にも感情移入して見ていただけると思います。たくさんの人に見ていただきたいなと思っておりますので、あ、そうか、これは私の物語になり得るんだなとみんなに思ってもらえる作品なので、ぜひお越しください。